どうも朝方からグリグリグリガリガリガリグ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 リパチン言うてね、親知らず抜いてこられて、今ただいまもう舌足らずになっておりますりょうちんでございます。ということで、まあそんな状況でも動画を撮ろうというこの心意気を認めてくださる方がいれば、ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。ということでね、今日はサムネとタイトル見てもらったらわかるかなと思うんですけども、S ランクファイナルミキサーについての解説をやっていきたいと思います。はい、で、ファイナルミキサーとは何ぞやっていうことだと思うんですけども、今ちょっと写真写ってると思いますけども、まあ、レベルがね、マックスの S ランクの選手を投入すると、現役のね、シリーズ2の、選手と交換ができるというね、このプロスピの中でも結構神がかってるランキング上位の、まあ、ミキサーイベントになってるのかなと思うんですけども、ちょっとね、今強調して言ったんですが、レベルマックスの選手じゃないと投入することができないので、レベルマックスの S ランクの選手が、いない方は今のうちに育成しておくのがいいのかなと思います。ただね、2015年の S ランクの選手とかめちゃくちゃ古いね、S ランクの選手でも2022年のシリーズ2の選手に変えることができるので、もしね、これ参加できる S ランク持ってない、まだ育成ができてないという方は早急に育成をしていっていただければ嬉しいなと思います。まあね、おそらく開催期間はもちろん発表もされてないのでわからないんですけども、2月の末から3月にかけて行われるんじゃないかなと、去年はね、そういったスケジュールで行われてたので、今年もそのような、日程間で行われるんじゃないかなと思っております。はい。で、その他にもね、このファイナルミキサーやっていく上で気をつけないといけないこと、すごいなっていうようなことたくさんあるので、今日はそこを具体的に解説していきたいと思います。はい、で、先ほどからちょっと、載せてる写真のところなんですけども、ランダムミキサー、同一ポジションミキサー、そして同一チームミキサーっていうこの3つがあると思うんですけども、ランダムの、もので言うと、まあ、2022年シリーズ2全選手からランダムで1人と。で、同一ポジションに関しては、投入した選手と同じポジションの、2022年シリーズ2の選手から、ランダムで1人と。で、同一チームに関しては、もう分かると思うんですけれども、同じチームの選手が2022年シリーズ2の選手から1人、ランダムで出てきますというような仕様になっております。なので、まあ、純正やってる方であったりとか、ポジションがちょっと不足してる方、ショートがいないとか、ピッチャーがいないとか、そういう方、まあ、もうそれぞれね、需要に合わせて、どのミキサーやっていくのかっていうところを決めていただければいいのかなと思うんですけども、ただ、これ全部合わせて5回までしかできないので、この5回どういう風に割り振るのかっていうのも結構大事なポイントになってくるのかなと思います。はい。で、投入人数は何人必要なのかっていうところなんですが、これは、1人で1人交換できます。普通のミキサーであれば3人だったらランダムのミキサーで、5人だったら自チームの、ミキサーという風になってると思いますので、かなりね、効率的な最高のミキサーになってるんじゃないかなと思います。はい。で、その上でなんと特訓レベルと限界突破回数と特殊能力のレベルが全部引き継がれます。これすごいことじゃないですか。例えば極みの選手を入れてしまえば、特訓レベル10、特殊能力も、まあ、上げてれば、その特殊能力がそのまんま、継承されて、限界突破もね、極みのまんまで継承されるっていうね、こんなミキサーもうマジでね、1年に1回これしかないので、皆さんもね、ぜひしっかりと準備行っていただきたいなと思うんですけども、ただ継承されない能力っていうのもありまして、それがまあもちろんレベルはレベル1に戻ってしまうっていうところと、あと称号と特殊とスピリッツ解放してた選手であれば、そこはね、継承されないんですが、特訓と限界突破回数と特殊能力のレベルは、継承されるっていうところで、ぜひねしっかりと準備していただきたいと思います。はい。で、まあこれはね、おそらくもう理解されてると思うんですけども、限定のね、イベントの選手であったりとか、OB の選手はここから出ないので、まあそこも気をつけていただきたいなと思います。はい、ということで、かなり駆け足でね、ファイナルミキサーについての解説をしていったんですけども、
まとめますと、まあ、2月の末くらいから3月にかけて S ランクのファイナルミキサーという神イベントが来るんじゃないかと言われてますよっていうところで、それまでにね、選手レベルマックスの選手をたくさん用意、たくさんじゃなくてもいいですね、まあ、ある程度用意しといてくださいねっていう、ところと、あとは特訓、特訓と限界突破と、あと特殊能力、これ全て引き継がれる継承されるってめちゃくちゃやばくないですかっていうところと、ただね、特殊とか、称号とかそういったものは継承されないですけども、かなり神がかったイベントになってるので、2月の末までにとりあえず選手マックスレベル、連選手レベルマックスの選手をたくさん、集めといた方がいいと思いますっていうような動画となっておりますということで、これね、もう歯がこのクソほど痛い時によく頑張ったと思う方、もしくはファイナルミキサー早く来てほしいなと思っている方、そして全然関係ないけども特訓 1.5 倍をほんまにいつ来んねんと思っている方は、高評価とチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたしますということで、あざした。